早急が差し使わしている小松谷警備の浪人たちが捕まえてみると、カラス装束、忍び刀を背にしているこの賊は女であったという。しかも書院の庭に引き出されるや、そなたが小萩かと恐れる気ぶりもなく言い放った。岩洞の火が地上に光の輪を通し、輪の中であぐらをかいているこの小柄なくせ者を小萩は濡れ縁から半ば呆れたように眺めた。やがて、よい、休問は私がする。男どもの手から岩洞を取り上げ、人数を下がらせてから、おなごと見受けるが、何者じゃ、と、物柔らかく尋ねると、伊賀の住人、下柘次郎左衛門の娘、悪びれずに答える。名は蓮という。しかし、皆は貴様としか申してくれぬ。日が者じゃな。それにしても無邪気なラッパもあったものじゃの。なぜ？キサルは急にあどけない顔つきをした。その様子を見て、小萩は思わずくすりと笑って。捕らえられてスラスラと素性を白状に及ぶラッパなど、聞いたことがありませぬ。うち見たところ、忍び技はなかなかのものらしいが、忍者としての心映えはまだできておらぬと見える。これ。小萩は縁から降りて、貴山のくびれた音がいに優しく指を当てた。そなた、なぜこの屋敷に参った？お前様に会いに行ったのじゃ。それはご苦労な。何者に頼まれましたか？頼まれはせぬ。縛られつつも、いたずら盛りの同志のように胸を張った。小萩は貴山の挙動の中に害意のないのを認めると、ふと岩洞の火を消し、細引きを解いてやった。灰に来た衣装は客人じゃ。上へ上がるとよい。小萩は部屋に明かりを入れ、貴猿を下座に座らせた上、不箱から一丁の短銃を取り出して、教則の上に語りと置いた。この筒は、ひなはなくして撃てる。不らちな振る舞いはなりませぬぞ。さあ、その会いに来たようというのを、正直に申すがよい。正直にか？念はいりませぬ。正直に申すというなら、そなたの顔をとくと見通ってきた。私はそなたが憎んでならぬ。重蔵様はそなたが好きじゃ。私はかの人をそなたに取られとうない。わからぬな。正直に申すと言うからそれを言うたのじゃ。しかし会いに来た表の用向きはそれではない。なるほど。表と裏とがあるのか。ある。表の用向きは甲賀の万里桃源というものの宿を聞きに来た。そなたならば知っていようと思うと。桃源に？なぜじゃ。ケケの仇を打つ。打てばそなたに勝てる。勝てる？小萩はもうここまで来るとこの小娘の頭が少しおかしいのではないかと思った。もっと落ち着いてお話。そなたから重蔵様を奪うことができる。困ったの。私は何もその重蔵とやらを取り込んではおりませぬぞ。キツネ！しかし小萩の方は取り合わず、そなたの方こそその歯を向いたあたり何やらに似ています。おさるみ。キサルは急にポカンと無邪気な口を開けた。感情の変化が激しい小萩は思わず笑いこけて、自分でも思いますか。テテが時々そう言うた。お猿にしては美しすぎるけれども。本当に？
目、目が。顔は？顔も美しい。小萩は持て余し気味になって、その道元の話を聞きましょう。道元に、てての次郎左衛門が撃たれた。それで、仇討ち。そなたが？うん。私に道元の宿を聞きたいというのですね。教えてあげます。京都奉行前田源義殿のお長屋。しかし、あの男を撃つことだけはお諦めなさい。そなたの手手でさえ殺されたのに、そなたの腕で撃てる相手ではありません。撃ってみせる。どうしても。撃てば重蔵様が私をお嫁にしてくれる。悪いお人。私が？いや、その重蔵様とやら申すお人。おとぼけはおやめ。その重蔵様とやら馬で追っかけてたくせに。あ、小萩は今さら気づいたようなふりをして、そなたですか、私を蔵から落としたのは。知れたこと。キサルは鼻で笑った。小萩はそれを黙殺して、中蔵様もお人が悪い。このような良い娘をみすみす才郎のアギトに追いなさる。お嫁にするどころか、ひょっとするとそなたを亡き者にしようと企まれたのじゃな。嘘。中蔵様はそんな人じゃない。忍者じゃ。本心はわからぬ。そんな人ではないと申すに。キサル殿。なんじゃ。どうしても撃つというなら仕方がありませぬ。そなたをこの屋敷の中に閉じ込める。キサロには足がある。牢に入れます。途端にキサロは障子を突き倒して廊下へ出た。しかし廊下の陰には小町谷の人数がびっしりと伏せていた。折り重なってキサロをねじ伏せ、土蔵の2階にしつらえられた塗り米牢の中に突き入れたのである。小萩が伊賀へ立ったのはその後数日経ってからであった。寮を出るときにふと土蔵の2階を見上げると、初明けの空に土蔵の白さが目に一体ようであった。はじめは壁を叩いてわめいていたキサルもひっそりと気配を潜めている。キサルを監禁した小萩の真意は、無論道元を撃たすまいとしたわけではなかった。一つには重蔵への嫉妬であったかもしれない。もう一つには自分の前に新たに現れたあの伊賀生まれの女の口裏を嗅ぎ取ってゆけば、さらに何事かが明らかになると思ったんである。